日本共産党の大内久美子です。私は全国最年少の25歳から水戸の市会議員を20年、茨城県会議員を20年と地方議員を40年務めてきました。議員になる前は産休明けの無認可保育園で働き、市長に補助を要請しました。子どもの面倒を市役所に見てもらうのは親の身勝手と追い返され、子どもは社会の宝、女性が働きやすい社会にしたいと政治家への決意をしたのです。保育所の増設や医療費無料化など一歩一歩前進させることができました。これからも待機児童をなくし、保育士の待遇改善や学校給食の無料化や大学授業料の減免など、子育て安心の社会を作ってまいります。児童や高齢者虐待など痛ましい事件が後を絶ちません。私の二女は重度の障害を持って生まれ、12歳で亡くなりました。一人一人がかけがえのない命です。すべての命が大切にされる温かい社会を作りましょう。今県内各地を回りますと、年金は減らされ、消費税が上がったら生活できない、商売が続けられない、赤字でも米を作っているなど切実な声が寄せられます。私大内久美子は年金は減らさず、生活ができる年金の底上げを図り、国保税の引き下げなど社会保障を充実させます。家族農業を守り、農業の再生を図りましょう。皆さん、私は東海第二原発は動かしてはならない、この県民多数の声を力にして頑張ります。安全の保証はないと説明しながら、20年運転延長を決めた国と事業者は信用できません。もし動かして福島のような事故が起きたら、茨城の農業も日々の暮らしも元に戻れません。首都圏にも大きな影響を及ぼします。原発発祥の地茨城から原発ゼロを発信いたします。安全な地域社会を作っていきましょう。安倍首相の休場会見は自衛隊を明記して戦争する国に作り変えようとするものです。何としてもやめさせましょう。皆さん、声を上げ力を合わせれば政治は変えられます。比例代表は日本共産党へ、選挙区は私大内久美子に、ご支援をよろしくお願いいたします。皆さん、この参議院選挙、安倍政権にさよならの審判を下し、希望と安心の日本を作る選挙にしていきましょう。安倍首相は今でも貧しい年金をマクロ経済スライドで7兆円も削ると言っています。日本共産党は減らない年金を作ります。年収1000万円を超える高額所得者優遇の保険料の仕組みを垂らすなど、財源策もお示ししています。安心の年金を作りましょう。景気が悪化しているときに消費税 10% など絶対にやってはなりません。日本共産党は暮らしに希望を、3つのプランを提案しています。最低賃金を時給1500円を目標に引き上げ、労働時間を厳しく規制して8時間働けば普通に暮らせる社会を作ります。高すぎる国民健康保険料を引き下げ、低年金を底上げし、暮らしを支える社会保障を築きます。大学の学費は直ちに半分、ゼロを目指し、お金の心配なく学び、子育てのできる社会を作ります。3つのプランを実行すれば 7.5 兆円の家計応援になります。財源は富裕層や大企業への優遇税制を垂らすなど、消費税に頼らない別の道で賄います。安倍首相による9条改憲は許しません。戦後自衛隊は9条のおかげで一人の外国人も殺さず、
一人の戦死者も出していません。9条を守り生かした外交を進めます。政治を変える希望は市民と野党の共闘になります。全国32の1人区のすべてで野党統一候補を勝利させてください。比例代表選挙ではどうか日本共産党を伸ばしてください。よろしくお願いいたします。